4号艇笠原亮選手です。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。準優勝戦はデッドヒート制しましたけれども、はい、話いかがでしたか？そうですね、あのレース足とか出足関係は良かったと思います。今節ずっと変わらずに足はキープできている？そうですね、まあ、徐々には良くなっていると思います。4号艇という枠ですけれども、直線などはいかがでしょうか？仕掛けて伸びていくような直線はないんですけど、まあ、展開つけるように頑張ります。今節スタートの見え方はいかがでしょうか？スローの方が分かりやすいんですけど、明日ダッシュになってしまうと思うんで、しっかり練習したいと思います。この出力低減モーターというところ、調整のあたりいかがですか？そんな違和感もなく調整できてますんで、いいと思います。はい、それでは最後にファンの方へ向けて一言お願いします。そうですね、まあ、展開次第となると思いますけど、チャンスがあったら優勝できるように頑張ります。お待ちください。